毛足に絡まりついて取れない髪の毛、糸くず、綿ぼこり、犬や猫の毛、頑固ですね。ご覧ください、この強力ターボでガリガリゴシゴシやっても取れない、取れない、取れない、取れない。中にはいらっしゃいません。この粘着テープを使ってゴロ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 、ところがこれで取れるゴミより捨てるゴミの方が多いという、いちいち破くのもめんどくさい。さあ、そこでご紹介がこちら、新発売のパクパクくん、パクパクくんですよ。電気や電池は一切不要、繰り返し使えて経済的、女性の手にしっかり馴染む大きさとシンプルなデザイン、使い方は実に簡単です。ご覧ください。このように右に左に動かすだけ。髪の毛、糸くず、綿ぼこり、犬や猫を飼ってらっしゃる方はペットの抜け毛、きれいに取れて髪の毛一本残しません。取れるといえばガラスを割っちゃった、旦那さん日曜大工、お子さんパンを食べてせんべい食べてボロボロこぼす、うわーやっちゃったってありません。忙しい時に限って起こるのがこれ。よろしいんですよ、慌てず騒がず、ほらスーイ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 、右に左に動かすだけで見事に簡単に取ってしまいます。ゴミを捨てますよ。このピンクのボタンを押して開けます。するとどうでしょう、荒ゴミはこちら、髪の毛、糸くず、犬猫の毛がこちら、自動的に分別されますから見てみて、このままポイッと捨てればこれでおしまい。ではどうしてこんなによく取れるのか、ご覧ください。じゃん、これ衣類用のエチケットブラシがここに1枚、もう1枚見えませんがこの中に隠れております。見てください、2枚のエチケットブラシが背中を合わせに擦られますと、ほら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 上がってきました。だから取れるんですね。いかがですか、あって便利、使って重宝、使い方いろいろ。例えば階段の上、掃除機を持って上がるのは大変ですね。こたつ時期の周り、こたつに入ったまんま使えるし、お子様でも安心安全、掃除機を取り出すまでもないちょっとした狭い場所、音が気になるマンション、集合住宅などにお住まいの皆さん、真夜中だって楽々お掃除。犬や猫、ペットを飼ってらっしゃる方、パクパクくんは絶対に必要ですよ。今日から今からお使いください。